はい、お疲れ様です。今日もですねメタルストーム動画撮っていきたいと思います。今日はですねちょっと基本的な話をさせていただこうかなと思うんですけど、多分ねこれ始めたばっかの方、自分もそうだったんですけど少しね分かりにくいんですよね。育成の、仕方というかですね、例えばこの ST なんですけど、このモジュール、ありますよね。これちょっと分かりにくかったので、今回いろいろとちょっと基本的なことからまとめていきたいと思いますので、ぜひですねこの辺まだいじってないよっていう方がいたらですね、ここやるやらないでね全然変わってきますので、少しでもね参考にしていただければいいかなと思います。はい、まずですね ST なんですけど、この機体ですよね、4つの部位で構成されているっていうのは分かっているかと思いますが、それぞれのパーツにレアリティがありまして、このヘラであれば金色、S タイプっていうのかな、で紫が A で青が B かな、そういう3つのランクがあります。でさらに、これよく見るとここのこの絵柄の中にもですね矢印マークっていうか下矢印マークがあると思うんですけど、青の位置に紫の位置に金の位置に3と虹までねあるらしいですね。なのでとりあえず覚えるべきはそれぞれのパーツに3つのレアリティがあって、そのレアリティの中にもさらにクラス度の、分類があるということを分かってください。で今回のテーマモジュールなんですけど、青装備の中にはこれモジュールついてないんですよね。ですから B の装備に関して言うと、モジュールがついてませんので基本的にですねこれを装備することはないと思います。で一方で紫ですね、 A のレアリティになってくるとここに書いてある通りモジュールがついてます。これは装備部位が足ということなんですが、防振システムと撃破モジュールですね。撃破モジュールの方はまだ鍵がついてます、これはですねこの装備をレベルを上げていくと解放されていくというものだと思いますが、それぞれの装備によってついているモジュールがね異なってくるということになってます。で金の S レアリティになってくるとモジュールがね3つついてますね。このヘラの装備部位が足ですけど、ガムデバイス、弾道予想モジュール、回心モジュールという3つのねモジュールがついていると、そんな感じになってるんですけど、ガムデバイスのこのレベルね4分の1となってますけど、これ何かっていう話なんですけど、これはですねこのヘラの全体のところね、 ST の全体のところに戻っていただくと、この4つの部位でついているモジュールが全部まとまった状態になってます。現在ではガムデバイスがレベルマックス、弾道予想がレベル2、回心モジュールがレベル2というふうになってて、これびっくりマークを押していただくと、このようにですねどこの部位でどのモジュールがついてるかっていうのが一覧表になってますね。ガムデバイスに関して言うと全てのパーツにね1つついてますので、レベルがマックスで4だということになってますね。回心モジュールもこのように2つの部位だけについているという状況ですので、レベルは4分の2というような状況ですよね。で、ガムデバイスは何ぞやっていうと、ガムデバイスのところをタッチしていただくとこのようにレベル 1,2,3,4 で、敵ターン中にダメージが、増えますよっていう、そういうモジュールですよね。同様に弾道予想モジュールも見ていただくとレベル2でアタックスキルで攻撃された時反撃できない場合に回避率がプラス 4% ということで、これがマックスになれば、このように上がってくるし、完全回避後自身は移動力アップを獲得するというような付属の、スキルもついてきますというモジュールになってますので、どのモジュールをつけていくか、そしてそのレベルを、どこまで上げるかによって、キャラの性能っていうのは、全然変わってきますので、このモジュールをですねしっかりと強いものにしていくっていうのが、勝ち上がっていくコツになってくるということになってます。でですね、じゃあどういうふうにモジュール強くしていけばいいのかっていう話なんですけれども、こちらのですね1型ポートプラスっていうのがあると思いますね。これね、ここにモジュールをつけることができます。これはですね1型ポートっていうですねモジュールを埋め込むようなポートになってるんですけど、これもですね2型ポートとかですね、そういう名前のものもあります。2型になると当然強いモジュールがね付与できるんですけど、2型ポートを開放するには、この装備のねクラスをですねもっと上げないといけない、これは今ヘラの、頭の装備ですけど金の1になってますから、これをね、上げないと次のポートが開放されていかないので、それぞれの装備のクラスもですね上げていく、クラスアップですよね、これをしっかりしていくことで強いモジュールが付けられるようになっていくというような仕組みになってます。
で、この画面でもですね、それぞれの4箇所のところに、モジュールがね、今ヘラは付けられることができるので、これをね、付けない手はないんですよね。はい。で、ここの真ん中のところの下3つがですね、すでについているモジュールになっていて、この一番上のやつがこれ選択してるやつですね。今一番右側に7個モジュールがついてますけど、これは自分が持ってるやつですね。これを好きなものをこの1型ポートのところに付けることができます。はい。まあ、ですので基本的にですね、すでについている、例えば回信モジュールであれば、そのモジュールを持っていればですね、これを1つ付けるとレベルが3になるよと、まあそういう仕組みになってますので、まあ基本的にはですね、すでに持っているモジュールのレベルを上げるっていうのが王道なのかなとは思うんですが、これモジュールによってはですね、例えばこれレベル1からレベル2に上がる幅がですね、プラス 2% しかないので、まあレベル1でいいかなみたいな、まあそういうような運用も場合によってはあるということですから、まあそれはね、個人個人で考えていく必要があります。はい。じゃあこれ例えばつけてみましょう。頭のところにダメージカットにしますか。ダメージカットつけて、腕のところに、パンカー、はい、そして足に機関銃、まあ、適当ですよ、搭載力ってこれつけますと、今この真ん中のところのモジュールが、この ST にですね、付属された、まあ、スキル、パッシブスキルっていうのかな、うん、そういうような感じになってますので、ここをね、自分の色で強くしていくっていうことが、まあ、やんないといけないということですね。はい。でこれで大体モジュールの仕組み分かったと思うんですけど、じゃあこれモジュールどうやってねゲットしていけばいいのかっていうことなんですけど、これはですね、各種レベルを上げていったりとか、開拓レベルだっけ、まあ、あの辺とかストーリーを進めていってもどっかでねもらえるタイミングあると思うんですけど、主に2つこれありまして、この下っ側にありますモジュール購入ですね、ここに行くとですね、この取引のところの、モジュール貿易というところに飛びます。はい。ここね、知らない人も多いと思うし、まあ、自分もねちょっとやってなかったんですけど、これねモジュール買えるんですね。純商と通貨で買えます。はい。だ通貨でも買えるので、これはね買わないと損なんですよ。特に例えばこの標準モジュールね、これ自分はシルビー持ってるんで、これは標準でついてるモジュールなので、これはね購入します。はい。購入ね。でこれ今週残り1なので、週替わりで多分変わっていくっていう要素もあると思うし、買い逃すとですね、次いつ買えるかも分かりませんから、まあ、週の更新に気をつけるようにして、この辺はですね、まあ、通貨の量とも相談なんですけど、コツコツ集めていくようにした方がいいかなと思います。この会心ダメプラスモジュール、これもいいよね。結構強いんじゃない。会心ダメモジュールか。はい。これもね結構汎用性高くついてたと思いますね。で純商で買える方なんですけど、これも、今週残り1ということになってるんですが、これが対狙撃モジュール2ってなってますけど、これがあのポートの2ですね、2型の方で、これ1つでレベルが2つ上がるよっていう感じのものなんですけど、これ買ってもですね、ポートがですねレベルが上がっていないと装着できないので、そこは注意ですが、まあこれ今週残り1なので、それを見越して買っておくというのもありですね。自分の ST で標準装備されているモジュールであれば、いずれ使うことになるということを考えて購入しておくっていうのも手なんですけど、まあ順序がね消費されてしまうので、800だから、まあガチャで言うと9回分ぐらいですよね、ざっとね。まあまあ高いからね、まあこの辺は注意してください。で、あともう一個ね、モジュール作る方法が、モジュール生産なんですけど、これはね、結構注意が必要かなと思います。で、この左側のモジュール選択に、これおそらく、このゲームの今のところ実装されている、すべてのモジュールがもしかすると書いてあるのかもしれません。まあ、ですから、この中のモジュールね、どれが強いのかっていう話もですね、今後ですね、動画検討したいとは思うんですけど、とにかくこういうモジュールがあって、それを選択することによって、まあ、装備のパーツですね、それを消費することで作ることができると。まあいうようなのがこのモジュール生産になってますね。ただですね、装備ってクラスアップしていかないといけないので、この辺のパーツはですね非常に貴重になってますので、まあこのモジュール生産を使うのは結構後回しにして、一通りですねクラスアップとかが終わってからやるとか、あるいはよっぽど作りたいモジュールがある場合ですよね、そういう場合に限っては、
この装備のパーツを使ってもいいのかなと、まあそんな感じがしますね。まあちょっとこの辺に関しては皆さんもよく考えていただいて、モジュールの生産ねするかしないか検討していただくといいのかなと思います。まあモジュール購入はね本当やった方がいいと思いますので、解放されたらですねコツコツとモジュールはね集めていく方がいいかなと思います。はい、今購入した照準モジュールをねこのシルビのところにつけてみましょうか。はい、こんな感じで、照準モジュールがレベル2ということで2つねついてるんですよね。はい、これつけていきたいと、はい、ここの頭につけちゃいましょうかね。ここ頭のところに、はい、照準モジュール、装備、はい、これで照準モジュールのレベルが3になりましたので命中率が5から 7% に上がります。これあれなんかな、プラス 3% プラス 5% ってそれぞれ独立してるっていうわけはないですよね。3が5になって5が7になるっていう感じですよね多分ね、うん、はい、まあそんな感じですけど、まあ、命中率が上がるっていうのはねシルビー非常に重要ですから、はい、これね火力にも貢献しますので、はい、シルビー使ってる人はこの辺のねモジュールも調整していただくのがいいのかなというふうに思います。はい、ということで今日はねこれで終わりたいと思います。このチャンネルではですね引き続き、メタストいろいろね動画上げていきたいと思いますので、チャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。